グレミアシティはソ連ロシア連邦の駆逐艦である。艦名は、とどろく、鳴り響くといった意味のロシア語の形容詞で大祖国戦争中の武軍艦を記念した名称である。1984年10月30日、956号計画、サール1型駆逐艦の16番艦となる工場番号第870号艦がソ連海軍に登録された。この艦は、 同年11月23日にレニングラートの第190造船工場で寄港、先導のといった意味のロシア語の形容詞からベドゥシチーと命名された。1987年3月30日には浸水、1988年12月30日には春航となった。なお、その間1988年8月8日付で、官名は、 グレミアシティに改められた。改名に際し、1988年8月18日から、グレミアシティは、新英海軍機を掲げている。これは、そもそもは、初代のグレミアシティの部君に報いて与えられた名誉称号で、2代目のグレミアシティを経て3代目となるグレミアシティに引き継がれたものである。こうしたことから、グレミアシティは、 新英駆逐艦の称号を用いることを許されている。1989年5月1日の命令には赤旗受賞北方艦隊に配属された。1990年6月25日から7月1日にかけてはキューバのハバナを訪問した。1991年のソビエト連邦の崩壊により、クレミアーシチはロシア海軍に転属した。 1993年5月25日から6月1日にかけてはイギリスリバプールで開催された大西洋の戦い50周年記念式典に参加した。しかし、1990年代中期以降、その活動は低調になった。これは北方艦隊が所有する複数の原子力潜水艦や重航空巡洋艦、ミサイル巡洋艦などに、 艦隊の勢力を削がれているためであると分析されている。グレミアシティは1998年からはセベロモルスクの停泊地に止められており、第2ランクの保管状態に入れられている。なお、ジェーン海軍年間をはじめ、西側諸国の専門機関では活動の活発なアドミラールーシャ交付を除く北方艦隊のソブレメンイ勢いを退役させており、 グレミアシチーも2000年から現役リストから外されている。しかし実際には2000年当時は4隻の956号計画型が現役状態にあった。2007年12月9日、新鋭駆逐艦グレミアシチーはロシア海軍隻から除かれ、代わって同系艦ベズーデルジュヌインが改名、4代目の新鋭駆逐艦グレミアシチーとなった。ありがとうございます。